マリア、あんまりはしゃぐとまた転ぶぞ。ほら、ジェシカちゃん、マリアちゃん、先におじいさまたちにご挨拶に行こう。ほんま、このバラ庭園はいつ見ても綺麗やな。私は改装する前の方が好きだったわ。まったく兄さんって本当にセンスがないんだから。姉貴はいつもそればっか言ってやがんなって言ってて、耳引っ張るんじゃねえやい。六軒島もずいぶん久しぶりだが、ほんと相変わらず屋敷も庭園もでけえよな。たく、6年もご無沙汰しやがって。ひょっこり帰ってきたと思ったらこんなにでけえ図体になりやがってよ。ジェシカちゃんはこの6年間バトラ君がいなくてつまらなそうだったからね。それにしてもでけえ図体というのは同感。バトラ君は本当に大きくなったね。マリア、ちっとも大きくならない。いつまで経っても背が伸びない。おー、大丈夫だぜ。マリアもそのうちいっぱい伸びるからよ。それこそ上にも前にもな。イヒヒヒ。ママ、背って前にも伸びる？ほら、エロバトラ、マリアにおかしな話をするんじゃねえぜ。うわーってたたたたたたジェシカの暴力癖は相変わらずだな。ほら、行くぞガキども。じゃれ合うのは後でにしろい。6年ぶりの再会だもの。興奮してるのよ、みんな。そうそう、皆様方、ゲストハウスへご案内いたします。どうぞこちらへ。どうぞどうぞ。ん？どうしたよバトラー、こっちだぜ。どうしたんだいバトラ君。悪い、先に行っててくれるか。したの？風に当たっていたいんだ、少しだけな。何をキザなこと。そんなの後でだっていくらでもできるぜ。そうかい。じゃあ行こうか、みんな。わかった。じゃあ私たちは先に行ってるぜ。後でな、バトラ。ああ、後でな。Thank you.
バトラ様、お帰りなさいませ。ロノウェか、元気そうだな。どれくらいぶりなんだ俺たちは。ランド・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチの後にトリニティ・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチでご一緒させていただきました。いえ、ベルン・カステル卿のゲームが最後になりますから。どれくらいぶりどころか、ついさっき会ったばかりじゃねえか。俺がここにいるということは、俺は俺の役割を果たしていい。さて、どうでございましょう。駒には駒の役目がある。チェス盤に置かれたなら、駒に定められた役目に従い存分に盤上で暴れる。つまりそういうことだ。その通りですが、あなた様がこうして再び招かれたということは、そういう意味でございましょうな。つまり俺は俺の望む通り好きにさせてもらっていいって、そういうことだよな。その通りでございますと。あなたの役割とは、すなわち俺の好きなように暴れ回るってことさ。さようでございますと、バトラ様。何をする、俺の自由なわけだ。さようでございますと、何をなさるもなさらないもあなた様のご自由でございます。ただし一つだけ制限はございますが。退屈をさせるな。その通りでございますとも。このロノウェもこたびのゲームがどのような悲喜劇を見せてくれるのか、実に楽しみでございます。俺こういうのなんていうか知ってるぜ。無茶ぶりって言うんだろ。ほらテレビのバラエティとかでよくあるだろ。若手芸人を唐突に呼び出して何の準備もさせないでいきなり面白いことをしろみたいにさせるやつ。これはこれは実に愉快な例えでございますが。いいぜ、今回も踊らされてやるよ。わけのわかんねえ連続殺人事件の指揮棒を振るってやら。どいつもこいつも俺がタクトを振り上げるのを今か今かと楽しみにしてお行儀よくシンとしてやる。こたびはどのような物語になさいますかな。準備はすでに整ってございます。まずはこの炉の上、何からお手伝いいたしましょう。バラ庭園にて犯罪の予告状を、それとも惨劇の舞台の準備を。皆様方がその開演を今か今かと待ち望んでおいでです。今回は誰から、いやどういうふうに殺してやろうかな。いいや違うな、俺が見たいのは殺しじゃない、死体じゃない。俺が本当に見たいものは本当に一瞬なのさ。俺はその一瞬が見たいんだ。わかるかロノベ。ロウソクは燃え尽きる最後の一瞬が最
最も美しく瞬くと申しますな。そうさ、俺は最高に美しくて最高に最低な散り際が見たいんだ。身動きのできないジョージの兄貴の目の前でシャノンちゃんの首をゆっくりと締めて殺したなら、ジョージの兄貴は何色の涙をこぼしてくれるのかな。息子が犯人だと知って、そして頭を叩き割られる瞬間、クソ親父は何色の血をこぼしてくれるのかな。ああ、夏日おばさんの涙が見てみたい。ジェシカをぐちゃぐちゃのギッタギッタに殺してやった。その死体をさもたった今見つけたみたいにしてやった。夏日おばさんがどんな顔してどんな涙を流しながら駆け寄るのか、あの美人がどんなぐしゃぐしゃな顔で泣くのか見てみたい。ああ、俺も一緒に泣いてやるだろうぜ。そして泣きじゃくるおばさんを胸に抱きしめて、俺も一緒に泣いてやるだろうぜ。そして俺は最低最悪なゲスの顔で、泣き声とも笑い声ともつかない声で、見てえんだろ。お前らが見てえのはそういう話なんだろ。見せてやるよ、この俺が犯人たりえる後ろ宮バトラが、お前らに最高のエンターテインメントを見せてやる。素晴らしいです。この物語も実に見応えがありそうだ。さあバトラさん、今宵のゲーム、今宵の惨劇は。さあまずは誰からお殺しになりますかな。まずはオーバーチュアと言いたいところだが、俺はまだここに来たばかりだ。よく言うと調律といたさ、どの楽器の素晴らしき音色も、まずは調律か。ではその中にまず何をなさいますか。それは想像しておりませんでした。このゲーム版での俺がどの程度に描かれているか、そいつを手っ取り早く試させてもらいます。この俺が本当に俺として書き上げられた。俺に満足できる俺じゃないんだ。俺は本当に何もせずに降りちゃう。それではバトラ様、私の体を使って存分にお試し。お前のその指で一本で折れるたびにどんな音を奏でてくれるのか、それを聞かせてくれ。かしこまりました、バトラ様。それでは私のバトラ様に捧げましょう。ただしそれはあなた様は私の指を味わうにふさわしいお方だったのだ。
ろうとした。俺もそれができるようにちゃんと描かれた。それ確かめたい。もしも確かめて俺が俺に描けていないようなら、俺を砕けろのバラバラの粉々に。そんな偽証はまっぴらごめんだぜ。俺という駒を取り出す宇宙に最高に笑える偽証なのかどうか試してくれ。さあロノ、試し合おうぜ。これでお前の紅茶は俺以外の誰にも、もう永遠に振る舞えないな。誰かと思えば、ベアトじゃねえか。見てるなら見てると言ってくれりゃいいのに。冗談を。あのように楽しそうなそなたに声をかけたならば、わらわまでそなたの楽器にされてしまうわ。確かにな。以前に聞いたお前の音色も忘れられない。お前は最高のバイオリンだったよ。あの音色はまさに天国から聞こえるかのようだった。だがもうしばらくはいい。大事に大事にもったいぶる。それが長く長く永遠にめでる唯一のコツなんだからよ。それにしても恐ろしい。いや、素晴らしい。あのロノウェを相手に傷一つないとはな。なあベアト、俺を見ろ。見ている。俺は俺か。うん、認めようぞ。そなたはそなたである。再び会えて嬉しいぞ。そしてそなたは出会うたびに強く美しく。偽証が数を重ねるたびに、後宮バトラが犯人であるとする物語が紡がれれば紡がれるほどに、俺という存在は力を増す。恐ろしいことよ。そなたを望む感激者たちは一体我らに何を望んでいるというのか。決まっているだろうが、そんなことは。そしてそれは俺とお前も同じだ。そうであるな。それはわらわもそなたも同じだ。我らを退屈させるな。さて、バトラよ、これよりどうする？序曲はどのような惨劇から幕を開けるの？開演のベルはまだだぞ。そいつは今夜の24時、大広間の大時計が告げる。そうであったな。では、まずは何を？まずは屋敷で、いつもゴーダが入れてくれるまずい紅茶を飲む。そして、浜辺に行く途中でわらわの肖像画を見て、誰なんだこの貴婦人は、というのだな。そして気分について聞かせ、大行に驚いてみせるわけさ。やれやれ、24時までは退屈だな。実に退屈なシナリオ。ああそうだな、本当に退屈なシナリオだ。誰なんだ
俺たちことに秘書今度の作者知らない誰でもない。そしてそれは退屈の挨拶、血と涙で記した悲劇をこよなく愛する冷血の寂しさ。そんな冷血感たちが次々と集う、次々に俺たちと衣装を積む。バカ、俺たちはもうお前にかかれなくても生きていけるんだぞ。見てみろ、早く俺を止め、この茶番を止めてみろ。誰か俺を笑わせてみろよ。ドラ様、このようなところにおられてはお風邪をひきます。よう、カノン君か。久しぶりだな。そうですか、今宵の悪魔、そういう思考ですか。そんな顔するなよ。お前だって見たいだろ、ジェシカお嬢様が身も心もボロボロになって。自分はどうなってもいいから、カノン君を許してくださいって言わせて、自らの指を切断するところをまた見たいだろう。悪魔め、一体誰がお前なんかを望むと言うんだ。俺が犯人だと期待してやまない大勢の感激者たちと、彼らと俺に夢を与える名もなき戯曲家たちだぜ。ほら行こうぜ、カノン君、風邪をひくぜ。はい。あと、これな。お預かりします。今夜、大広間の大時計が24時を告げたら、使用人室の扉にノックがあり、廊下へ出たら、その封筒が置かれていたと言って、食堂の親族たちに届ける。かしこまりました。さあ、今宵もゲームの始まりだ。Thank you.